車両実験部の元井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもこの SDA、はい、っていうのはどういう目的でやられてるんでしょう。そうですね。スバルドライビングアカデミーということで、はい、スバルの特徴なんですけども、中にいると意外と気づかなかったりするんですけど、はい、エンジニアがすべて、その乗って感じて、考えて物理にするっていうところ、つまり乗っていい悪いを、他社さんですとそれをテストドライバーがエンジニアに伝えて、はい、でそれを図面にするっていう、でその伝えるところが難しいというふうに伺ってます、はいはい、それをスバルの場合はエンジニアの脳内で全部やっちゃうので、いいものがそのまんま図面になってお客さんに届けられるっていうところが、はい、特徴だと思ってます。良いところだと思ってます。それいつ頃から始められたんですか。その今の考え方とか車の作り方っていうところはもう最初からですね、スバル最初からなんですけども、それをより高いレベル、はい、普通に運転するところは比較的みんなできるようになりますけども、よりその限界に近かったり、うん、速度が高かったりっていうゾーンだと、はい、やっぱり鍛えないと、はい、できるようになりませんので、はい、そこのトップレベルのエンジニアを育てるっていうのがこの、SDA の主な目的です。海外メーカーと一緒ですね、それはね。あ、そうですね。もう海外メーカーは本当エンジニアが走れちゃうんで、はい、本当にね下手なこと言えないですよ、うん、かっこいい。試乗会なんかでも、はい、いやあそこでアンダーステアが出てって、いやどういう運転してどう操作したらアンダー出たって逆に突っ込まれますからね、はい、それはいいことですね。今はそれでそういうメンバーの方がどのくらいいるんですか。今ですね、はい、約30人ですね。30人、おととしの9月から1年間20名でやったんですよ、はい、である程度の成果が出ましたんで、はい、2期生を、募集しまして、はい、で今2期目をやってるというところですね。2期生は10名で10名、はい、10名プラスですか。はい、そうですね、はい、で1期生卒業ではなくて、はい、2期生を教えるということもお願いしていて、はい、つまり自分だけ良ければいいんじゃなくて、はい、教えるスキルもつけてもらって、うん、スバルのエンジニア全体を盛り上げていこうという、うん、そんな活動にしてます。素晴らしいですね。ありがとうございます。具体的に車作りにこう反映されてってるのってありますか。ありますね。最初今乗っていただいているのは STI なんですけれども、はいはい、訓練を最初に始めた時は BRZ で訓練車を作ったんですよ、はい、でスバルの特にベテランになればなるほど、はい、言葉悪いですけど四駆バカでして、はい、FR の運転が最初は本当に全然できなくてですねスピンしてばっかりで、そこでやっぱり訓練していくうちに車全体でハンドルだけじゃなくて車全体として曲げる挙動を作るっていうことを体で覚えてきたんですよね、はい、でそうするとあれじゃあ今までって安定性をすごく重視して、はい、車作りをしてたんですけども、はい、あれ安定性はもちろん必要なんですけど、うん、懐が深ければ、はい、リアは滑っても、はい、楽しいし、はい、きちんと動くしっていうことをエンジニア自体が分かったので車作りそのものに生かされています、うん、それが BRZ のマイナーチェンジであったり、新しいスバルグローバルプラットフォームの新しいイープレッサであったり、はい、ということで全ての車に生きてきていると思ってます、うん。いや変わりました。変わった感はすごく最近のスバルのすごす、感じますね。 ありがとうございます、狙い通りですね。そうですね。であれですよね、皆さんこれからレースなんですよね。そうなんです。今一生懸命準備してまして、明日の朝はですね12時間レース、12時間耐久ね、はい、いやそんな時にありがとうございます。いえいえ、はい、役員も一緒に出るんですよ。あ、そうですか。はい、ドライバーで。いやいや、もう本当にいいことですよ。トヨタはトヨタ秋夫さんが出られてるし、はいはい、僕はまあアストンマーチンでやっぱり社長と組んで出たりしてましたし、はい、いやなんかいいですね。いいですね。日本の自動車がますます良くなりますね。盛り上げていきたいですね。はい、はいはい、いやじゃあ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。